今回はヴィーガンのクリームいちご大福作ってきます。いちご大福すごい好きなんですけど、ヴィーガンのクリーム大福ってなかなかないので自分で作っちゃいました。では早速作っていきます。材料はこちらです。中のクリームは前回の豆乳ヨーグルトクリームを使っていきます。水切りをすごくしっかりしてちょっと固めのクリームにしていきます。お餅はお正月で余ってるお餅や市販のお餅などを使っていきます。中にはいちごと発酵小豆を入れていきたいと思います。作る工程は、はじめにクリームを作って冷凍し、その後お餅を温めて冷凍したクリームを包んで出来上がりです。蒸し器でお餅を温める場合は、クリームの前にお餅だけ蒸し器に入れて温めて柔らかくしておくのがいいかと思います。ではクリームから作っていきます。しっかり水切りしたヨーグルト 150g ぐらいになってます。斉藤は20から30ぐらいでいきたいと思います。小豆にちょっと塩が、ね、あると美味しいし、ミネラルは体の排出にもなるので、ちょっとだけお塩も入れていきます。はい、溶けたらココナッツオイル入れていきます。ココナッツオイルは 40g 入れていきます。素早く優しく入れてきました、ね、ではできたクリームといつも作ってる発酵小豆と渡辺さんの美味しいいちご、アルミが一番熱伝導が優れてるのですぐ凍ってくれるので、アルミの上にできれば乗せて冷凍庫でちょっと凍らせていきます。でこのバランスラップで包んでいきます。20から25グラムぐらいですかね。真ん中にくぼみを作って、この中に小豆をちょっとね入れてあげると、下に黒で周りは白で覆って大福が透けても真っ白の可愛いいちご大福ちゃんができるってわけです。じゃね、いちご大福私好きなんですよね。これがね、ヴィーガンで手軽に食べれるんだから、本当ありがたいですね。まあ、バランスラップは、アイショップやすりさんと、何組だと、EM ソラさん、小林さやかさんのお家で販売してたり、小林シャープさんね、してるので、本当ありがたいですね。ラップも結構有害物質を、ね、含んでるので、自分に優しくて、環境に優しいものをできるだけ選択することがね大事。じゃあできました。これ冷凍していきます。では次に包むお餅作っていきます。まずお餅柔らかくするので、ちょっと天才糖を入れてって、お餅冷やしても柔らかく食べれるようにしていきます。とちょっと豆乳を入れます。豆乳ない方は別に水だけでも全然大丈夫です。砂糖は 5g くらい入れていきたい。ついたお餅によって本当に柔らかさは全然変わってくると思うので、そのあたり調節する感じですね。でこのまま柔らかくしていきます。電子レンジの方は耐熱容器にトマトしてラップを敷いてこうして入れていくような形でいいかと思います。片栗粉をまぶしてお餅を乗せる場所を確保したいと思います。お餅が温まって出した水分と砂糖と塩麹中に包み込むようにちょっとこねていきます。この時にちょっと硬いようでしたらお水をちょっと含ませながら水分は調節していってください。うちのお餅は本当に手作りのお餅で結構硬いので水分は多めに入れてます。市販の切り餅は結構タラタラなので、切り餅である場合はお水は少量で
様子を見ながら水分を出していくといいと思います、うん、こねていい感じにミニョーンと柔らかくなりましたので、これで開けていきたいと思います。混んでもいいんですけど、形をね丸くしたいんだったらカットして別で表にしてあります。かわいい、よいしょ、いっぱいできた。8個ぐらいできました。では冷やしていきます。家の餅なんで結構しっかりしてる。いちごがねちょっと小さめの小さめのいちごがいいですね。出店も、1月で、2月はまたバレンタインの去年のクッキーすごく楽しく作ったので、またパズルクッキーできたらいいなと思います。ではありがとうございます。これは私のちょっと落ちちゃってるけど、友人が変なの変なアーティストさんで、これね鶴なんですよね。鶴と可愛いでしょ、お正月の変なをやってもらって、着物と合わせた変なっていうのやって、めっちゃ素敵でした。ヘナはインドの文化で、まあ、結婚式とかに眉毛とかそういう意味でするアートなんですけど、彼女はすごくそれがフリーハンドで、こんなに素敵なものを描けるんですね。フリーハンドでそのデザインっていうのだけなので、落ちちゃうともったいないなって思うんですけど、尊敬してます。春とか夏にも彼女のイベントがいっぱいあったりするので、皆さんもぜひやってみると、ヘナの、ね、香りもすごくいいですし、すごく植物性なので肌にも、ね、いいし、でもいろんなアレルギーが植物のブギルビルアレルギーがある方は、まあ、パッチテストしてもらうのがいいかなと思うんですけど、